はい、元井です。今ね、ニコラテスラ学という、ちょっと教養番組風の動画を撮ったとこなんですよ。で、ちょっと調べもついでにしてて、今撮ったとこなんで後ろにもね残ってますけど、特にね深い意味もなくね、ちょっと調べもしてたらね、ちょっと緊急事態なことを見つけたんですよ。なのでちょっとこれをね、お伝えしたいと思います。私はね知ってしまったんですね。事実を知ってしまった。なんとですよ、動画でも紹介したんですがね、こう世界システムというやつね、見てない方はねそっちのニコラテスラ学の動画をね先見ていただきたいんですがね、世界システムね、あれに出てきたもうクソでかい塔ですよね、テスラタワー。なんと今更ですよ、あれがね完成してるということで私は発見してしまったんですよ。ビビりませんか。ちょっとね耳疑いました、目を疑いました。ちょっとね見ましょう。これなんですよ。はい、これね、いきます。多分今画面出してると思いますが、ビジブテクノロジーズという会社ですね。これがですね、そのテキサスですね、テキサスにね塔も建てて、受信機みたいなもんも建ててね、バリバリ実験してるんですよ。いきますよ。これホームページ開いてますが、 Striving to power the planet through innovation ね。で、これはいいじゃないですか。なんか電力関係の何がしかの会社なんだなと。この下ね、 The evolution、 ここですよ、 To wireless power and signaling。 Wireless power の横のこれね、ちょっとね洗練されてスマートになってますけども、そのね元々のテスラさんが建てていた塔と比べるとですね、これも完全にテスラタワーなんですよ、ね、これちょっと見てみましょう、読んでみましょうか。その下のね字ね、 The team at Visible Technologies is committed to making the world a better place。 ワールドは better place にしたいとね、そこにコミットしようと思っていると、素晴らしいじゃないですか。 Through cutting edge scientific research and technological advancement ね、研究とそのね、この技術的な進歩をね、科学技術的なこの進歩のそのカッティングエッジな部分ね、その非常に最先端のねものを通してね、ワールドをベタープレイスにしようとしている、いいじゃないですか。 By transforming wireless power and signaling industries, we can help improve human life on a global scale。 グローバルスケールでね、ヒューマンライフインプルーブする助けになるとね。このあれですよ、ワイヤレスのねこうパワーとシグナリングインダストリーをねこうトランスフォームすることによって、ものすごい意図ありますよね。これこんなんね、そうテスラさん聞いたら泣いて喜びますね。俺の彼は言ってましたよね、この今の時代はねその彼らのものだが、どんなやったか確かそうなんですよ、未来は俺のものだみたいな、なんか言ったんですよね。彼のアイデアが結局未来をねそのバッと広がっていくだろうという、もうこれもうテスラさんの技術これ来るんじゃないですか。これでね、これ2019年の末ぐらいからねちょっと運用を開始しようという、そういう目処で今計画でね実験しているらしいんですが、誰がやってんのってこと、こんなもん分かるでしょ、分かりますよね、この決まってるじゃないですか。こんなことができるのはとりあえずトランプさんだけですよね。だってね、だってですよ、これかつてね、そのここにも書いたんですがね、J.P. モルガンね、そのね金融界のね人ですよ、元締めみたいな人がね、その投資してこれ見捨てたんですよ。見捨てたのか、そのなんていうのか、本気その消極的にただ見捨てただけなのか、積極的に潰したのか分かんないですけど、とにかく手は引いたわけですよね、金融界の元締めの人はね、このテスラのこの世界システムの開発についてはね。だからそれに今更手を出すはずがない。そうするともう絶対トランプなんですよね。もうで今そのね金融界世界的にいろいろ見てください。もうどえらいことをね、もう皆まで、私はちょっと今回そこまで勇気ないんですが、もういろいろやばいこといっぱいあるじゃないですかね。日本ですらいっぱいいろいろある、ドイツとかもうやばいこといっぱいありませんね。でね、トランプがねこれ多分やっていると思うんです。実際このね会社のなんか役員とか見てたらね、軍関係者ばっかりみたいなんですよ。ちょっと徹底的には私調べてないですが、さっき見つけたばっかりなんで、でただほんまにやって、これほんまに成功するんであればね、その世界システムでね、そのテスラさんが言っていたようなことがね、これである程度実現できるってなったら、それは世界変わりますよこれ、
世界システムですよこれほんまに。ただですよ、あすごいってなるかっていうとね、ちょっと微妙なとこはありますよね。仮にこれがうまいこといくとしてもですよね、それがすぐにですよ、いずれはいいね、ベターなプレスになっていくんだろうと思いますが、即ね恩恵が分配されていくわけではないですよね。それも分かりますよね、当たり前じゃないですか。そんなやってるのが誰かっていうとトランプさんですよ、おそらくね。そしたらトランプさんがね、世界の人類にね恩恵をばらまいてね、人類みんなをねその幸せにするためになんかやるはずないじゃないですかね。別にそれはそうね、いいんですよ、別にそういう役割で彼は動いているんだからね。そのアメリカをねグレートアゲインにするために、強いアメリカにするために彼はやってるんだから。ということは何かというとね、その金融化、ね、アメリカの敵と戦うためにこれはやってるんですよ多分ね。我々ね、こんな辺境の民のねことなんか眼中にはないでしょう。やし、まあ、そもそもその、ね、慈善事業でもないから利権が絡むっていうこともね別に変わりないじゃないですかね。利権の構造が変わるってだけですよね、これがうまくいったとしても。でそのね、一部ね、こういうこれ見つけてですね、これでフリーエネルギーがね出てくる、そしたらもうエネルギーの、ね、支配が終わってみたいなことをね、あの言うてはるオカルティックな人たちはいるんですが、そう分かんないんですよ。私これね、ニコラテスラの話、ニコラテスラ学で話しましたが、世界システム自体は本当は別にフリーエネルギーの理論なんか全然含んでないんですよ。ここね見ていただいたら分かりますが、ね、あくまでも無線で送るというね、その非常に効率がいいという話だけなんですよ。ただ FBI とかがね、そのフリーエネルギーとかのね、その兵器の技術とかそういうもろもろをね抑えているのだとしたら何かあるかもしれないですが、多分そんなことはないだろうとは思います。だから非常に効率的にね、まあ、送電できるとかっていうことになれば、まあ、かなりいろんなものは変わっていくだろうとは思います、うん、ただまあね、それがね、そうですよね、まあ、効率だけの話をするならどこまで効率が良くなるかっていうね、その実現できる効率のレベルによって、ね、どれぐらい世界が変わるかっていうことはまあ変わってきますよね。まあでも電線いらなくなったらかなりいろいろ変わる気しますけどね。ね、そんな感じのものをちょっと見つけちゃったんでね、ちょっと興奮して今動画を撮っております、うん、でまあね、そのこれでさ、このね実験によってですね、ねエネルギーの問題解決にできるんやったらね、もう素敵やんってみんな思うと思うんですが、おそらくまあその利権の構造が変わるという話しましたがね、ほんまにこれね実現されて、どんどんこれがねその実用化されてさ広がっていくっていう話になってくると、もう即金融危機じゃないですかこんなね。お金の仕組み自体が多分変わっていくと思うのでね、もうえらいこっちゃになりますよね。まあ分かんないですけどね、そのどのレベルを目指してるのかが分かんないので何にも言えないんですけど、こんなものはね今これ未来予測しては言えない、だって情報持ってないから、情報全部それ教えてくれたらね判断できますけど、持ってないのでこれ以上何にも言えないんですよ私はね。そんな関係者ではないので。ただまあ今この時代になってですよね、まさかこのテスラタワーの実験がね、私もこれ話したんですよね、さっきそのテスラ学言ってた時に、この実験がね、この JP モルガンさんの投資がね打ち切られてさ終わったんですが、途中でこれがね続いていたらすごくなんかあれだよね、テンション上がるよね、でも残念だけども打ち切られて終わっちゃったねっていう話してたら、まさか今再開されてるというね、テキサスで。すごいちょっと興奮してます。これがね果たして世界にとっていいことか悪いことかっていうのはちょっとまだ安易には判断できないんですよ、ね、トランプさんが何を考えてるのかっていうことにもよると思いますんで、ただまあトランプさんはね、もう一概に悪い人ではないんですよ、うん、そのね、いろんな面があるのでやっぱりね、うん、そういうねアメリカの敵になっているものと戦っているという部分に関してはトランプさんはねある種、まあ、正しいと言えることもやってます。まあちょっとね良くないなって思う部分もありますけれども、だこれに関してはまあどうなんでしょうかねっていうことはちょっと見守らんとわからんのですけど、全然こんなね全く私知らなかったんですよ。こんなね調べてたら急に出てきて、急になんかえらい近代的なテスラタワーもどき、誰かこんなん作ったんかなって調べたら、なんか会社のホームページとか出てきて、よう見てったらね、これ実際やってるっぽかったんですよね。ビビりましたよ、なんやこれ
ねえ、お前どないなっとんねん世界、大丈夫か世界、いやということをね、ちょっと多分ね、これ1年前ぐらい、2019年からぐらいで多分指導し、1月とかから全然指導してると思うんですよ。ちょっといつからかまで調べてないですが、うん、なんでそんな別に今すぐっていう話では全然ないんですよ。その時事ネタではないんですが、私の中ではね、今知ったばっかりなんでね、皆さんもこんなん多分知らん人ばっかりではないのかなと思ったのでね、ちょっとシェアしておきました。何かちょっとね、その参考にしていただいたらと思います。いやー、やばいですよこれね、世界システムね、この何でしょう、都市伝説がやってる人たち、なんでこのテスラタワーが今作られてること知らないんですかね。この英語圏の情報ばっかりだったんでね、もしかしたらこの情報が、その英語圏の情報ってやっぱ日本に降りてくるの遅いんでね、まあ分かんないですよ、まあ誰かやってるかもしれないですけどね、まあ、そんな情報をちょっと私が今ね押さえたので、結構もう1年遅れぐらいかとは思うんですがね、出しておきました。ではまた、そのうちお会いしましょう。さよなら。